ジェクト D。 下りは俺がやるからさ、上りの方はお前の3、4に任せるよ。あ、そう、3、2、1、ゴー。見せてやるぜ、400馬力の全開ヒルクライム。ストレートに飛び出してしまえばコーナーで食いつかれてもいくらでも突き放せるんだぜ。これ今めちゃめちゃ燃えてるぜ。いろいろ考えても仕方ねえんだ、俺のデッキだ。完全に向こうのペースに飲まれてる気分だ。無理するさ、こんな時に無理しないでいつ無理するってんだ。心に落ち着いて走りをしている。緊張ってものが感じられねえ。速攻をまたいでやがる。これ以上は攻めらんねえ。立ち上がりでも少しずつ離されちまう。トラクションで負けてるの。加速で勝ってるように感じたのは俺の錯覚だったのか。すげえな、なんかもうどうしようもなくすげえや。難しいと言われてる FD3S をあれだけ見事に乗りこなされちゃうな。くそー、なぜ追いつけないんだ。負けしまったが、俺の車に何が必要か分かった気がするぜ。